に突然と現れる謎の建物。ニョキニョキっと立ってる高さはなんと170メートル。これって一体何ですか？エレベーターの研究棟です。そう、エレベーターの会社フジテックさんが作ったエレベーターを実際に動かしてテストするための研究棟。でもこれちょっと高すぎません？50階建てとか60階建てとかそういう高層建築になりますと、まあ、速いエレベーターが必要になってきますので、そういう速いエレベーターのスピードを出すには、まあ、これぐらいの高さが必要ということです。高速エレベーターを作るのには欠かせない研究棟。エレベーター会社は大体持ってる。タワーの中には10台以上のエレベーターが。てか、こっちにもエレベーター、そうだ、ね、あっちにもエレベーターしかない。こちら高速の、まあ、分速600メートルのエレベーターになっております。1分間に600メートル駆け上がる高速エレベーター。すごいスピード。でもただ速いだけじゃない。エレベーター作りはいかに揺れを少なくできるかっていうのが重要ポイント。特に最初の急加速と最後の急減速の時、いかに揺れを少なくするか。ただ速けりゃいいってもんじゃないんだ。急加速と急減速をちゃんとテストするにはそれだけの距離が必要。だからフジテックのエレベーター棟は高く作られているのです。本当にもうコインが立てても倒れないぐらいの揺れです。本当ですか？本当です。ならば実際に10円玉を立ててエレベーターを動かしてもらってもいいですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、自信満々の飯崎さん、ではスタート。初速から急加速に10円玉はピクリともしない。エレベーターは加速していくが、すごいね、全然動きませんね。果たして急減速には耐えられるのか。もうそろそろ到着ですか？そろそろ到着です。きれい、すごい、全然かぶらないですね。そこまでする、こっそり接着剤でくっつけてない。ごめんなさい。さて、そんなタワーの最上階にはこちらが展望室になります。日本一広い琵琶湖も端から端まで、もう対岸まで見渡せる絶景ポイント。こっちの景色の方がいいな、のどかな。170メートルからの景色が楽しめる展望室なのに、探検隊以外立ち入り禁止ってもったいない。もったいないね。このフジテックの研究棟で開発したエレベーターは週末ね、六本木ヒルズにも虎ノ門ヒルズにもニューヨークタイムズタワーにも入ってる。年間売上なんと1470億円っていうからすごい。フジテックエレベーター研究棟は滋賀県一の高さでガッチリ。